Thank you.
人のアカペラで夜更かしのために、うん、ために、うん、組んだ、まあ、確か組んだ でもそれがあのインフルがすごい流行っちゃってもうほとんど出れないみたいな状態になっちゃって私たちが歌えなかったんですよね。でその後は大学祭かな、学祭今年のでさくらもいなかった就活のため祭だった。エリコとしての一番最初のライブがあの正メンバーじゃない。そう就活で無理だった。あ、みどりちゃんが、そうです、みどりちゃんが私の代わりにサポートメンバーで入ってくれて学祭に歌ってもらいました。で、クリダイは出た、この間のクリダイは歌って、今日がだからこのメンバーは2回目なんですけど、まあ、結構3曲もね、うん、3曲できて結構楽しい、なんかね、充実した充実しましたよね。してました。どうですか、どうですか、どうでした、泣いてない、泣いてない泣いてない、心は泣いてます。めちゃくちゃカラッカラ。皆さん最初聞けました、最初スタート何言ってるか、あ、なんて言ってもここにいても何言ってるか聞こえない。聞こえました、大丈夫でしたか、エリカちゃんの MC、 あんまり聞こえてないみたいな、ごめんなさい。すいません。あとベースをやってくれてる岩谷くんは青大で、なんで誘ったんだっけ、ベースが欲しい、ベースが男がいいよねって言って、ちょっとやってもらいたいねって言ってあの参加してくれました。ありがたかったですね、唯一やったことないパートだったんでね、はい、よかったです。はい、そんな感じでした、感じでした。なんか言い残したことありますか、大丈夫ですか。最後の曲は、キラキラっていう曲を歌います。盛り上がる曲だと思います。